コブラ王殺害犯はイム様。皆さん、ワンピース第1085話見ましたでしょうか。第1085を一言で言うとすれば、コブラ王殺害犯はイム様でしょうか。衝撃の展開で、ツイッターのトレンドにもワンピースが乗るほどエグい展開でした。ということで、今回はワンピース最新1085話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単語本で第1085話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度読みになってから閲覧するようお願いします。まだ見たい方は、必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それでは、どうぞ。では第1085話の考察なんですけども、ネフェルタリ家は D の一族、イム様の能力と正体、五老星の悪魔の実、コブラが最後に言いたかったこと、ワポルの偵察行動の理由、今後の展開、それでは考察をお楽しみください。D とはかつて我々が敵対した者たちの名だ。前回初めてリリーと言葉を発したイム様は、今回ネフェルタリコブラに対しつらつらと世界政府と D のことを語り始めます。これはコブラの読み通り、この後殺すから話しても何も問題はない状態に陥っています。そしてイム様に聞かれてコブラが答えたリリー女王のフルネームはネフェルタリ D リリー。そう、いわば天竜人であり D の一族と敵対する立場だったはずのネフェルタリ家は D の一族だったんです。これはおそらく非常に重要なことで、800年前に起きた巨大な王国と20の連合国の戦いは、普通に読み解くと D の一族対天竜人と考えられたんですが、天竜人側であるはずのネフェルタリ家が D の一族だとすると、その前提が崩壊することになります。さらに D の名を持つ者たちが自分たちの敵だったとイム様は言ってるんですが、その肝心の D の詳細についてはイム様や五老星は分かっていない様子。さらに今回明かされたのは、ポーネグリフが広まった原因はリリー女王であるそうで、しかもそれは偶然などではなく計画されてのものだったとのこと。ということは D の意志というのはですね、D の一族と呼ばれるように血縁でつながるものではなく、頂上戦争でヒロヒが言っていたように血縁が滅んでもなくならないもの、つまり天竜人であろうがなかろうが、 D の名前を持っていようがそうでなかろうが、噂や伝染病のように拡散されていく存在であると言えるでしょう。そうなると今回 M 様が言及したように、ポーネグリフも D の意思を拡散させるための一種の装置である可能性があります。またトラファルガーローも D の名前を継承していたものの意味名として隠していたり、ネフェルタリ家も D の名前を隠していることから考えると、800年前の事情を知っている家系は D の意思を隠すべきだと知っていたことになります。以上、今回のイム様たちの発言やそれに結びつくこれまでの描写をまとめると、 D の意思というのはネフェルタリ家が800年間隠していた意味な、血縁だけではなく何かしらの手段で拡散するもの、イム様や五老星にとっての天敵ポーネグリフと関係している、このあたりの要素が新たに判明し、詳細はクライマックスギリギリまで伏せられることでしょうが、 D とはどうやらですね、血縁や革命の意思といったものだけではないですね、とんでもない何かがあるということがプンプンに寄ってきました。今回第1085話にて、今まで悪魔の実の能力者なのか、そもそも戦えるのかなど全く明かされていなかったイム様の実力について、あくまで一部ですがついに判明。今回分かれたイム様の能力実力は主に3つ。1つ目は矢印の形をした攻撃、2つ目は炎を食べたこと、最後3つ目はシルエット。これらの描写からイム様の攻撃の正体について予想していきたいと思います。まずは1つ目の矢印の形をした攻撃についてです。1度目はコブラ王に重傷を与え、2度目はコブラ王の命を奪ったと思われる矢印悪魔の尻尾のような形をした攻撃。そして1度目の攻撃の直前、五老星たちは銃や剣を構え、黒い矢やコブラを攻撃した後も五老星たちの姿が人間のままであることから、これがイム様による攻撃である可能性は極めて高い。またコブラ王に直撃し、彼の貫通した黒い矢印の攻撃ですが、イム様の方を向いて離しているコブラの背後からの攻撃となっています。つまりこの正体不明の攻撃はイム様から直接飛ばしているというよりも、ロギア系や特殊なパラミシアのようにその場の環境に影響するタイプの能力である可能性が高いです。またこの攻撃が発生するときにシュルルルルという効果音とともに蛇のようにクネクネと曲がりながらサブを追いかけていることから、追尾能力があり、どこまで逃げても対象をずっと追いかけてくるものと推測。次に2つ目の炎を食べたことについてです。サボがイム様に向けて放った炎による攻撃、大手飛車、大手飛車という技名から、サボはですね、相手がイム様だからといって手加減はしてないと思われますが、なんとイム様はそんなサボの一撃をいとも簡単にバクンと飲み込んでしまったんです。この時イム様の口には鋭く尖った肉食動物のですね、剣士のような牙が何本もあることが確認できます。これらの特徴からイム様がロギア系にも干渉できること、つまり同じくですね、悪魔の実の能力者である可能性を十分考えられます。最後に3つ目のシルエットについてです。サボの炎を飲み込む直前、イム様の目の形が変わり、口元にはたくさんの牙が生えていることから、イム様はですね、牙を持った巨大な何かに変身していると思われます。そして今までのワンピースでこのイム様の能力に類似している能力といえば、ゾーン系悪魔の実による獣型への変身です。ましてやこの実には神の流
なが。第1044話、五老星は人々の現実主義モデル2価についてこう発言してるんですが、この発言からですね、神の名を冠した悪魔の実は非常に希少ではあるものの、一つ限りではなさそうな雰囲気もあります。だとすると、イムさんがもしですね、悪魔の実の能力者であれば、それは神の名を冠したゾーン系悪魔の実である可能性が大いにあります。以上3つのポイントから、イム様がコブラ王に放った攻撃は、超常現象を引き起こす悪魔の実、それも神の名を持ったものである可能性が高いことをですね、推測してきましたが、まだイム様という人物のシルエットが剥がれてない以上ですね、もう一つの可能性も残されています。すなわちイム様がそういう生物である可能性です。何か今、霧の中で動かなかった？スリラー爆編のラスト、第490話で登場した巨大な影。一見海には誰も知らない怪異が潜んでいるという匂わせも感じられますが、続く文章もかなり意味深。それは巨大海賊船スリラーバークがその海に影を潜めた10年前、そのずっと昔からの深き謎。つまりワンピースの世界には人知を超えた昔からの深き謎が存在し、この昔というのが800年前であり、深き謎の一つがイム様であるという伏線だった可能性も残されており、例えばそれが悪魔の実ではなくその元となった悪魔であるなんてこともあり得るのかもしれません。そしてイム様と同様に姿を変えた五老星。そんな五老星のシルエットは角が生えていたり巨大な口があったり羽が生えていたりと様々ですが、これらの特徴から五老星は全員が悪魔の実の能力者である可能性が高いと思います。今回は全体のシルエットがはっきりと描かれてなかったので全体像は不明ですが、五老星のうちの一人は巨大な怪鳥のようなシルエットであることや、また別の一人にはゾーン系の覚醒能力者に見られる後輩と思われる羽衣のような輪っかが発現していることから、幻獣師であったり覚醒に至っていたりと極めてハイレベルな能力者である予感がします。またイム様は800年前から生きていることがかなり濃厚になってきましたが、五老星についてはですね、世代交代しているという可能性もまだ十分考えられます。もし五老星が800年前から生きていなかった場合、五老星の悪魔の実はですね、代々継承されていると思います。というのもアラバスタの王宮には守護者としてですね、ジャッカルとファルコンの像が建てられ、現在の王国護衛隊副官の2人がジャッカルとファルコンの悪魔の実の能力者です。つまりアラバスタでは代々ジャッカルとファルコンの悪魔の実が継承されているので、この2体がアラバスタの守護者として王宮に祀られている可能性が高いというわけ。よってですね、五老星が世代交代していた場合、彼らの悪魔の実についてもアラバスタと同じように継承されているはずです。さらに五老星は人間の体の状態で不意打ちのような形でサボの攻撃を食らってましたが、特に深刻なダメージを受けている様子が見られないことから、生身の状態でもゾーン系のタフネスを得ていると取れますよね。ただですね、不意打ちとはいえサボの攻撃にギリギリまで気づかなかったこと、サボに逃げられてしまっていること、玉座の間の様子を覗き見していたサボやワポルの存在に目視するまで気づかなかったことから、五老星とイム様は見聞色の覇気を使えない可能性もあり、そうなってくると覇気自体が彼らと無縁のものであるかもしれません。そして現在エッグヘッドに向かっている海軍の大艦隊にはサタン星が同行してますよね。海軍対ムギラの一味ベガパンクと思われていたエッグヘッドの戦いは黒ひげ海賊団の参戦が濃厚になり、巨艦船長に対抗できる海軍側の戦力がキザルかルッチ各ぐらいしかいないことを考えると、サタン星が戦いの場に出る可能性はかなり高くなってきました。つまりここで挿入された過去エピソードはエッグヘッドでサタン星の能力を見せるための前段であるとも言えるんです。そしてイム様の脅威の攻撃を受けてしまい瀕死となったネフェルタリコブラは、ルフィ君とビビに伝えてくれ、我々も D であると、ポーネグリフを守りなさい、行く世界に夜明けの旗を掲げ、サボに好意味深な言葉を託し、死にかけの体を押してサボを逃すべくイム様と五老星の前に体を投げ出したんです。今回第1085話のタイトルがネフェルタリコブラシスであったことも踏まえると、明確な死の瞬間は描かれなかったものの、残念ながらほぼ 100% このイム様や五老星たちの攻撃によりコブラ王は命を落としたと見ていいでしょう。しかし今回のコブラ王の遺言とも取れることでは非常に違和感を覚えるフレーズとなっています。主な疑問はですね、1つ目になぜルフィやビビに伝えるのか、2つ目にイム様の情報より重要なのか、3つ目に我々も D という言い回し、そして4つ目に夜明けに旗を掲げの意味についてです。この4つです。それぞれ見ていきましょう。まず1つ目のですね、なぜルフィやビビに伝えるのかについてです。コブラが死に際にして自分の後を継ぐであろう娘のビビに意思を継いでほしくて遺言を残すのは当然だとして、なぜもう1人にですねルフィを選んだのでしょうか。アルバスタを救ってくれたルフィを信用しているというのももちろん理由の1つだと思いますが、それだけではですねビビと並んで重要とは言
言えないんですよね。となるとルフィに伝えることでもう一人伝わるであろうですね、コブラ王と因縁のある相手が重要なのではないでしょうか。そう、ニコロビンです。私の求めていたものはディオ・ポーネグリフ、世界中に点在するポーネグリフの中で唯一真の歴史を語りし。第218話、アラバスタの地下聖殿でポーネグリフと向き合いながらロビンとコブラは語り合い、そこでコブラはですね、語れぬ歴史について何か気づいています。そしてそれはロビンがですね、ルイオ・ポーネグリフについて話した直後だったので、今回のイム様やコブラの話にリオ・ポーネグリフが深く関わっているのは確実。そしてコブラがルフィやビビ、そしてロビンにこの遺言を伝えたかったのだとしたら、この目的はビビをルフィやロビンに合流させ、アラバスタの過去の情報をもたらすことによりリオ・ポーネグリフへの手がかりを与えることなのではないでしょうか。次に2つ目のイム様の情報より重要なのかについてです。コブラの前に姿を現したイム様について当の本人は心当たりがあった様子、加えてその能力の一端も垣間見えたり、また五老星の変身も見ることができたわけですから、コブラの目的が世界政府の打倒であれば、少しでもイム様や五老星の情報をルフィたちにもたらすことの方が重要なはずです。しかしそうはしなかった。ここから読み取れるのはですね、コブラの目的は世界政府の打倒にはシフトせず、あくまで真の歴史の探求であるということです。つまりコブラの見立てではイム様や五老星を倒すだけでは平和にたどり着くことはできず、真の歴史にたどり着くことが重要だと思われるんです。そして3つ目の我々も D という言い回しについてです。この言葉は一見ですね、ネフェルタリの血筋もモンキーの血筋も D の一族であるというふうに読み取れるんですが、この言葉を聞いたサボの反応からそれは違うということが推測できます。サボがコブラの言葉を聞いて思い出したのは、幼少期エースやルフィと一緒に過ごしていた時期のこと。エースとルフィに両方 D の名前が入っていることに気づいたサボは、2人から D の名前を入れろと茶化されていました。その場面を突然思い出したということは、直前のコブラが発した我々も D という言葉とリンクしていると捉えられます。そうだとすると、この我々というのはつまり世界政府に反抗するみんなという意味合いなのではないでしょうか。それは例えば作中でたびたび言及されている誰よりも自由な人間ロジャーやルフィのように自由を求めることにもつながってくると捉えられ、そうなると D の意思はですね、特別な誰かのものではなく、自由を求める行動を取れる人間全体のことを指す可能性があるんです。そして4つ目に、夜明けに旗を掲げの意味についてです。ここでいよいよ来ました。夜明けという言葉はワンピースにおいて超重要な意味を持ちます。それは第1話のタイトル、ロマンスドーン冒険の夜明け、さらに太陽の神ニカの名を冠した悪魔の実、シュートの幻獣種モデルニコを食べたルフィはギアフィフスの技としてゴムゴムのドーンウィップ、ゴムゴムのドーンロケット、この2つの代表的な技に夜明けの意味のドーンを使っています。つまり夜明けイコール太陽の神ニカイコール自由と読み取れるわけです。さらにドーンの綴りの頭文字は D、 つまり夜明けに旗を掲げようというのは D の意志を復活させようという意味とつながってくると考えられるんです。まだパズルのピースが欠けている状態なので、それが具体的にどんな行動によってもたらされるかはですね、はっきりしてないんですが、ネフェルタリコブラはビビとルフィたちにこの D を完全復活を託す意味合いで、この最後の言葉をサボに残したと思われ、今後必要になってくるのが800年前の歴史の真実とリオ・ポーネグリフであると言えるのではないでしょうか。そしてそんな衝撃的な事件が起きた空の玉座の一部始終を見ていた人物がサボ以外にもう一人いたんです。それはなんとワルブラックドラム王国国王のワポル。そして五老星の一人が何者かの気配に気づいた瞬間、ワポルは一目散に命惜しさに逃げ出し、さらに壁をバクバクの妙能力で試し散らかしながら逃げている途中で、ビビが軟禁されていたサイファーポールの部屋を通り、そこでビビが私も連れてってと叫び、ビビとワポルは同行することに。ここからモルガンズの飛行船に向かっての逃避行が始まるのでしょう。しかし強者が使える見聞色の覇気というものが存在し、またイム様と五老星がサボを一周するレベルの強さを持っていることが分かったので、彼らほどの強者なら普通なら見聞色の基本技である気配探知でワポルのことは察知できているのではないでしょうか。これはつまりですね、ワポルが覇気封じの何かを開発したか、イム様たちがそもそも覇気を使えないか、どちらのパターンになると思います。2番目に関しては先ほども触れましたが、1番目の可能性も大いにあります。そしてワポルといえば、知らず知らずのうちに自らが作ったおもちゃがワポメタルというですね、新物質になっていたことが発見され、ついにはワルブラックドラム王国の建国まで復活した経歴の持ち主。そんな風にたまたま国を作れるほどの希少な合金を作れるバクバクの身であれば、新たに面白い素材を合成していてもおかしくありません。そして現実世界では電波吸収体、電波反射材と呼ばれる特殊な物質があります。ステルス戦闘機などに使われているこれらの物質はですね、自分にぶつかってきた電波を発信源に戻さないという性質があり、それによりレーダー波で探知している側に何にもない空間だと誤認させるのを助ける物質となっています。つまりもし覇気に対して似たような性質を持つ合金が作れたなら、見聞色だけで探知できないステルスボディが作れると思われます。そしてワポルといえば、異常なまでのお調子者気質があります。もし自分が新たに合金を作れるとしたら、真っ先にそれを悪用する方法を考えるはず。つまりステルス機能のテストとしてパンギア城を回り、あわよくば金儲けのネタを探していたとすれば、ワポルが秘匿された空の玉座に行くというですね、危険な行動をしていた理由にもつながります。
また別の観点からもですね、ワポルの目的を推察すると、第戦74話でモルガンズに特ダネと引き換えに、ビビと一緒にワポルが保護してもらっていましたが、これはですね、ワポルとモルガンズの間にホットラインが構築されていることにもなります。つまり金儲けに強い執着を持っているワポルと、どんな手を使ってでも特ダネを仕入れたいモルガンズは、信号金ワポメタルの取材時に同盟を結び、金銭やその他のメリットと引き換えにモルガンズに記事のネタを提供する約束を交わしているのではないでしょうか。であればワポルが危険を犯し、逆らえば命が危ないマリージョンにて隠密行動を取っていたのもモルガンズにネタを提供して引き換えに莫大なメリットを得るため、このように考えることができます。そして第戦85話にてアラバスタ王国ネフェダルコブルが死んだ原因が明かされたわけですが、この後の展開は大体予想できますよね。サボはルルシア王国の近くに国民と身を潜めているということは、逃亡中にルルシア王族にかくまってもらったということになり、その他の革命軍のメンバーはカマバック王国に帰還。逃亡中にワポルに同行を頼んだビビはワポルにモルガンズのところまで連れて行ってもらう。ペルとチャカは行方は不明。このスピード感からするとビビとは合流できていなそうです。そして白星、ネプチューン、深星は無事チャロス星の魔の手から逃れて魚人島にたどり着き、ミョスガルト星は神の騎士団に取り調べを受けていて、チャルロス星に直接手を出してしまったサイとレオはその後詳細不明。主要キャラに関してはこんなところでしょう。そしてこの報告を受けて革命軍が今後どんな行動を取るのでしょうか。コブラ王からの遺言を受け取ったサバはもちろんその言葉をにのっとりですね、ビビとルフィを探したいところでしょうが、革命軍本体としてはマリージョアの物資を止めて兵糧攻めに入り、8カ国革命を起こすも、そのうち一つがイム様により消失。世界政府の強力な戦力と思われる神の騎士団も間もなく動き出すことから、いよいよ世界政府との正面対決も間近といったところ。また盟友であるバーソルミュークマもマリージョアに向かってしまったことから、ドラゴンやイワンコフは物語の最後までマリージョアへの対応に追われそうです。もちろんサボも周囲からは革命軍のナンバー2と呼ばれていることから非常に重要なメンバーではあるんですが、対局を見通せるドラゴンであればサボが扱った遺言が重要なものであり、かつ自分も D の名を持つことからコブラの遺言についても重要視するはずです。よってここからはサボが革命軍を離れ、ビビやルフィを探す単独行動をするよう指令を下すのではないでしょうか。そしてサボによりですね、革命軍アラバスタ、ムギャルの一味がつながり、 D の意思の正体が明らかになる。このような流れが予想できますという感じで考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。